店には観光で訪れた人たちに美味しいさぬきうどんの作り方を教えてくれる体験教室があるんです。というわけで今回はなんとパン君がさぬきうどん作りの名人に弟子入りしちゃいます。皆さんもこれを見てさぬきうどんの作り方をぜひ覚えてみてください。さぬきうどん5人前の材料は小麦粉 400g、 塩 20g、そして水 180cc。 材料費は家族5人分作ってもなんとたったの80円。早速名人にうどんの作り方を教えてもらうパン君。すごい見てるすごい近い。はじめに小麦粉をボウルの中に入れ、塩を溶かした水を加えます。というわけでここからは一人でさぬきうどん作りに挑戦です。まずは小麦粉をボウルの中へ、袋を開けて、気を取り直してもう一度できる。頑張って、頑張れ。今度は無事小麦粉を入れることができました。素晴らしい、できました。次は塩水をボウルに入れます。そして小麦粉と塩水をよく混ぜ、生地をまとめて一つの塊を作ります。ちゃんと小麦粉と塩水が混ざっています。すごい。そして生地をまとめて、できたうどんの生地はビニール袋に入れ足で踏みます。これは足踏みといって麺に腰を入れる大事な作業。これを5分ほど続けます。まずは生地を袋に入れ、次は足踏み。できるかな。でもパン君体重が軽いからなかなかうまく踏み出せん。すると、さらに、あ、だいぶ伸びた。なんとか生地を上手に詰めました。そして生地はこのまま20分ほど寝かせます。次は寝かせた生地に小麦粉を振り、麺棒で平らにしていくという難しい工程。パン君やる気満々。しかし、つついても平らにはなりません。さらに、伸ばすことができました。ここで一旦名人がお手伝い。伸ばした生地を綿棒で巻き取り、折りたたんでいき、これは難
3ミリほどの太さに切ります。名人の手さばきを真剣に見つめるパン君。なぜなら、この後パン君にはこの麺を茹でるという大事なお仕事が。次はコンロに火をつけます。果たしてできるのでしょうか。そしてマキコと10分お湯が沸騰してきました。暑いから気をつけて。暑いの分かってるんだな。暑いの。すると手に取ったのはは器に盛り付けて、すごい具のトッピングです。選んだのは生卵。でも上手に割ることができるのでしょうか。これはさすがに難しい。嘘。嘘。ついにパン君の手作りサルキうどんが完成です。そして待ちに待った試食。